はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ちょっと月間ベストゴールコインとか、月間 MVP コインとか、まあ、月間 MVP に関するお話をちょっとやろうかなと思います。はい。ということでね、まあ、ちょっと読み上げていくんですけれども、えっと、月間 MVP 関係の今後についてお話しします。コインは誰を交換したらよいのか、国外籍した選手はどうなるのか、ライン入れ報酬と配信済み付き選手についてということでね、やっていきたいなと思います。はい。 まあ言うと月間ゴール、月間ベストゴールとか月間 MVP 全般の話をちょっとやろうかなと思うんですけれども、もう結構ね、もうあと9月、10月を残すぐらいになってきまして、あらかたまあもう出ちゃってるような感じになってきたんですけれども、 まあちょっとね、ここいらで <laughs>、触れておくタイミングなのかな。まあちょっと早いかなと思うんですけれども、まあちょっと触れておこうかなと思います。一旦ですね。で、また出揃った時にまたそのね、話があれば、その時にまたお話を作る、あの、お話をする動画をね、また作りたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ中身に入っていくんですけれども、まずね、月間 MVP コインの話をちょっとしようかなと思います。まあ、ベストゴールコインも一緒なんですけれども、そのコイン関係のお話になるんですけれども、うん、はい。月間 MVP 関係コインのね、期限についてということで、えー、一応ね、交換期限があります。はい。毎月1枚もらえるこのコインなんですけれども、例年通りであれば、年度末、4月末までになるんじゃないかなと思います。確か4月末だったと思います。もしかしたらもうちょっと早かったかもしれないですけど。 <laughs> というところで、まあ期限がありますよというところだけね、ちょっと覚えといてください。2月末とかじゃなかったと思うんだけどな、わかんないっす。うん、でもまあ2月、早くて2月末ぐらいだったかな。多分4月末やったような気がするんですけど。<laughs> まあ定かではないんですけどね、まあ期限がありますよというところで、で期限につきましてはですね、事前に運営からまあこの日までですよっていうアナウンスはあるので、まあそこはね、はい、しっかり見るようにしてくださいというところですね。はい。 はい、続きましてなんですけれども、コインで交換すべき選手は誰かというところなんですけれども、まあ、まずね、まあ、スタメン級とか育成関係でね、はい、センスキラーが欲しい選手がいるなら、まあ、そっち優先にした方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、要は底上げですね。自分のチームの底上げに使うのがやっぱり一番いいというところと、まあ、ただ、月間系の選手持ってないとか、うん、なんかね、 別に走って取ってないとかそういう人もいると思うんですけど、まあ、僕もね取ってないんですけれども、まあ、特に交換したい選手僕もそんなには、ね、いない方なんですけれども、まあ、そういう時は手に入りにくい選手がおすすめかなと思います、まあ、例えば家永選手とか詩選手とか、まあ、そこら辺ですねはい全般になりますけど、まあ、結構でもグレード高い選手がね月間取ったりしてるんで、まあ、そういう選手を優先的にまあ取っておくのがまあ今後のことを考えたら理想的かなと。 思いま,すまあ手に入りにくい選手をね、あのわざわざ、はい、手に入れれるチャンスなんでね、ここはね、ある意味ね。まあ意外とね、ちなみに、ライト剣、ライト剣じゃない。<laughs> あれね、あのー、83ですけど、今のね、あのグレードがね、コモンのやつね、交換できるやつが。あれ意外と本体フュージョンしたらね、まあまあ、まあ、つくときはつきますよ、金センスとか。 まあ、それはそうなんですけど。<laughs> まあ、グローリーとかよりは確率全然いいと思うんで、まあ、センス更新のチャンスじゃチャンスかなと、個人的には思います。はい。じゃ次、次、えー、国外移籍した選手ね、上田選手のことなんですけれども、交換についてなんですが、すでに国外移籍した選手に関しては、レギュラーカードが後半シーズンになるタイミングに合わせて、交換対象から除外されますよ、というところですね。はい。 まあ例年通り、まあ、昨年通りなら11月末のタイミングでもう交換,から交換所から要は除外されるような感じかなって思ったらいいと思いますので、まあ、上田康選手欲しい人はもう毎月1枚だから、うん、まあ今から交換しても3回ぐらいか2回か3回2回か2回ぐらいしか交換もできないんですけれども、まあ、早めにねちゃんと取っておくことをお勧めしたいなと思います。 はい。あと、ま、月間系といえば、ま、コインの他にも、ま、ライベ報酬としてね、そもそも報酬になってるんですけれども、ここのお話もちょっと触れておきますと、シーズンがね、10月までですよね。はい。今年10月までなんで、まあ、月間関係は10月までの登場になると、過程、まあ、登場というのは、ま、10月分の月間 MVP ベストゴールまでということですね。はい。で、イベのス,クジスケジュール上ですね。まあ、今、ベストゴールの選手が、2ヶ月後ぐらいに出てるのかな だ8月だったら10月の上旬とかなんで、うん、2ヶ月後ぐらいだね。2ヶ月後ぐらいなんで、えー、ライブに登場するのがね、だいたい12月前半までだと思うんですよね、ベストゴールの。だけど10月のベストゴールが12月前半までになってくると思うんで、はい、じゃあこれ以降どうなるのかっていうのもね、ちょっと気になる人いるんじゃないかなと思います。はい。まあ、去年からやってる人は、まあ、なんとなくわかると思うんですが、あの、結構ね、今年から始めたという人もおそらく J クラー今流行ってるはずなんでいると思うんで、はい。 ちょっとその人たちのために、ね、ちょっとここから説明していきたいと思うんですが、えー、ちなみにですね去年なんですけれども、えー、復刻が、ね、始まってました、はい、ただ今年からベストゴールとかが入ってくるので、まあ、どういう復刻内容になるかとかはちょっとわからないところもあるんですけれどもあとあの10位以内が、ね、お気に入りで選べるようになったのでそれもまあ踏まえてもしかしたら去年は、ね、ちなみに お気に入入りじゃなかっったんですよね、位が入ってもね。て、う、も、ん、今はお気に入りなんで、それが反映されると結構熱いんじゃないかなと思うんですけれども、大体確か、どんぐらいで区切られてたかな、2ヶ月ごととかやったかな、2、3ヶ月ごととかやったかな、まあ、とりあえず復刻していきます、月間 MVP、多分ベストゴールも復刻していくと思うんですけれども、なので、まあ、実際復刻してみてからなんですけれども、どういうスケジュールになるかというのはね。 まあただまだまだチャンスがありますよということですね。はい。もう出て、出た選手は手に入,な入らないのかっていうと、まあ意外とそういうわけでもないということですね。はい。ということで、あとね、ラストチャンスがあるかもっていうところなんですけれども、まあちょっとさっきと説明かぶってるんですけれども、えー、年度末付近になればね、今まで出た月間のカードが復刻してガチャに登場する場合があります。場合があるというか、昨年のシーズンはね、ガチャに、ガチャで出ました。はい。ちなみにこれ出ましてですね、 あの、11連ごとにコインがついてくるガチャでしたし、なんならそのガチャからも一応登場する割合がある程度あったと思います。で、えー、その時に、あの、11連ごとにもらえるコインを集めれば好きな選手と月間 MVP の選手交換できますよっていうね、まさかのね。はい、そういうことがあるので、例えば月間 MVP で出た選手で、どうしても取り逃しちゃったっていう人は、 もう貯めとくまあ、その年度末のガチャを待てば手に入れれるってことですね、要はね。うん。まあ、なんね、走った人からしたらね、たまったもんじゃないけどね、正直な話ね。まあまあ、でも、まあ、まあ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 、でもうまいですね。<laughs> 商売上手いと思います。はい。でもね、僕がね、商売元でもね、正直復刻しちゃうかなと思うんですよね。なぜなら、儲かりそうだもんね。うん。 でねえ、ね、まあ、最近、内米も特にね、見た感じでもみんな結構走ってるしね、別に変わんないしね、復刻したところでみんな走んなくなるかって言ったらそういうわけじゃないんで、まあ今、今年、まあ、今年度末もおそらく出てくると思います、これに関しては。なので、まあ、どうしても欲しいカードがいるんだったら、場も貯めましょう。はい。場も貯めて、まあ、ガチャ回すのでいいと思うんですよね。まあ、その途中の道中のガチャでももしかしたら月間系出るので、 まあ、1枚とは言わず、もしかしたら2、3枚とかね、手に入る可能性もあると思うんで、まあ、バウンはしっかり貯めたおいた方がいいですね。どうしても欲しい選手よりなら。確か2周分ぐらいなかったかな。確か。<laughs> 2周、あれ、普通のガチャやったから、10周で1回や、週やったら、まあ、5000バウンぐらいいるんですけど、まあ、今から貯めようと思えば貯めれます、多分。うん。まあ、年末とかもいろいろかかってくるしね、今からね。まあ、配布の機会もあると思うんで、 まあ溜まるとは思うんですけど、まあその代わり何ヶ月かね、イベントとか犠牲にしないといけないんですけれども、まあどうしても欲しい選手がいる場合はね、そこまで待ってしっかりガチャ回しましょうというところですね。まあなので、はい、ちゃんと復刻はしますよというところですね。はい。 ということで、一応ちょっと月間系の内容、ちょっと軽くにはなるんですけれども、触れていきました。で、またね、もしかしたらちょっと今後で揃った時に、またなんかちょっと異常事態が起きた時とかは、ちょっとまとめの動画別に撮るとは思うんですけれども、ま、あその時はね、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ今日の動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。